ク野ノミチコは昭和初期の女優。本名はク野ノツー。スラリとした抜群のプロポーションとモダンな美しさで人気を博し、高峰美恵子や三宅邦子、高杉さなえらと共に戦前の若手銀幕スターとして一翼を担った。愛称はミッチー。娘は元女優のク野ノミユキ。東京市芝区三島町八番地でとんカツ屋を営む父。 半次郎、母、吉野の長女として誕生する。4歳で母、吉シが死去。1932年3月、三田高等女学校をトップクラスの成績で卒業後、森永製菓に入社し、初代スイートガールとして販売促進、営業宣伝のため、全国の百貨店やキャンディーストアを巡る。1934年、赤坂ため池のダンスホール、フロリダで、 人気ダンサーとして働いている時にスカウトされ、小竹へ入社。同年11月風切りの金管職でデビューを果たす。翌1935年には、新入社の上原健と、愛愛コンビとして売り出し人気も上昇した。以後、小津安二郎や清水博士、島津安二郎など日本を代表する名監督の作品への出演を重ねた。 1942年7月17日、森永聖火社員時代から社員同士で縁があった、斎藤義太郎との間に、長女美雪を設ける。なお斎藤義太郎は、妻子ある身であった。1946年、溝口健治監督の、女性の勝利に出演するも、3月29日、大船撮影所にて撮影中にあとワンカットを残し、突然倒れ大船病院に運ばれた。 4月1日に、子宮外妊娠による出血多量が原因で死去。31歳をつ。当時、若い女性たちに憧れのスイートガールやダンサーといった、一見派手な経歴から自由奔放な女性だったと思われがちだが、実際の人柄は寡黙でおとなしく控えめだったという。一方、1937年の秋に自動車免許を取得し、 趣味はドライブといった行動的な面も持ち合わせ、銀座でダットさんを乗り回し松山へで接触事故を起こすエピソードがある。戦前のブロマイド、戸竹の兄弟、左はサブリシン、ありがとうございます。